はい、第16期女流王家 A リーグ実況の鳥谷幸典でございます。解説は本田智弘が務めます。本田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは対局の準備ができたようです。第16期女流王家 A リーグ第1節 D 卓2回戦東杯の開始です。さあ、立ち会い人山田博之の合図によって対局が開始されました。さあ、2回戦ちいちゃから竹石、なんちゃ古谷、シャーチャ魚谷、ペーチャ南の並びとなりました。2回戦トン一局ドラは9万です。さあ、竹石の親番ハイパイドラドラです。第1打はイーピンからデキメンツはありませんでした。古谷も、ソーズで一メンツ、シャーチャ魚谷マンズのメンツが一つ完成しました。ペーチャの南はバカゼのトンが統一、ソーズで一メンツです。さあ、本田さん、1回戦終わって、はい、まあ、長い戦いでしたが、はい、まあ、魚谷さん苦しいなって感じですよね、はい、魚谷がポイント的にはマイナス29スタート。竹石さんドラドラ、はい、小谷さんも、勝負手の時に捕まるパターンみたいなのが、まあ、余計苦しいですよね。はい、本田さんはこの、はい、今日ダメだなとか、はい、いいなとかって、はい、そのどこまで取り入れるタイプですか？取り入れる、なんかその、例えばその流れ、はい、であったり、なんか今日状態がいいなとか、はい、まあ、気分いいなとか、いろんな言い方が皆さんあると思うんですけど、はい、あ、そういうの僕好きなんですけど、はい、説明するとなるとどう説明すればいいかな。結構流れは本当に、流れはこう信じる、信じますね僕は、はい、そうなると今日の魚谷の、はい、1戦目のこの4着受けて、はい、やっぱ戦い方ちょっと変わります？戦い方は変わんないです。あ、変わんないですね。いろいろそうですね、取り入れる、信じる、はい、はい、それで打牌が変わる変わらない、いろんな選択肢がありますもんね、はい、はいはいはい、打牌は変わんないですね。なるほど、そこはもうちゃんと忠実に、そう思う感覚ってとこですかね、はい、いや本当その難しいところですよね、その、やっぱり大事な、まあ、はい、しっかり押すところで押せなかったりすると、なんかこうハイパイがダメになっていくみたいな、そういう感覚なんで、別にその打ち方どうのこうのっていうことはないんですけど。なるほど、ちゃんと戦えていればっていうところですか。はい、戦えていればなんかハイパイついてくるかなとか、そういうふうに考えるタイプなんで、はい、ちょっと誰か答えお願いいたします。さあ、魚谷天敗です。ピンフの天敗スーチーソー、こういうのはやっぱり、はい、3色見ての、手代わりで、はい、3色ついたらリーチですかね。なんかつかなくてもリーチするイメージはあったんですけど、はい、今日の、まあ、それこそ状態のようなものも、なるほど、加味されると、はい、あんまいいこと起きないぞみたいな、はい、あったりするんですかね。さあ、南はトンに手をかけて、イーシャンテン、ピンクのイーシャンテンです。さあ、古谷は三色含みのイーシャンテンパーマンパーマンと並べます。南は三万はつもぎりスライドしてローマンというわけではありませんでした。さあ、魚谷はその状態とか考えるタイプかというとどうなんでしょうか。
またそれはそれで単純にウーピン待ってるだけだと思うんですけど、そうですね、普通にこれウーピン使いたいですもんね、はい、あーウーピンここに3枚目、うん、古谷の数層はロンハイ、なんか、はい、今日はなんかこういうのが逆にその相手が南天杯、うん、うまく前に出れてタイミングが悪いのかなみたいな、ちょっと思いながら、うん、ああ南ちょっと三色になってるパターンもあったかなんていう場面でした。そうですね、ここで選択、さあ古谷数層は宝珠です、うん、ここはリャンマン、うん、さあ魚谷とこちらの南に天杯が入っています。さあ竹石仕掛けました9万のポン、ドラのポンです。強烈ですが役がありません。ここは天杯を取ろうという南さんの待ちはウーパーピンいますよね。そうですね、まだいますね。あ、チーソー、これは魚谷の上がり、ピンフイーペーコーは2000点、ツモ上がりを、うん、ずらした形でした。竹石のドラポン、さあ魚谷が上がって2回戦幕が開けます。トン2局、古谷の親番、1回戦はトップでした古谷、ドラは9層です。さあハイパイ、さあしごろのソーズのメンツ、初の統一、ドラの9層はありません。さあ5、6、7なんていう3色も見えるでしょうか。軽い手ではありますね。はい、魚谷ソーズで一メンツ、ドラ1なんちゃです。ドラを使い切る、はい、みなみは一メンツ完成。竹石は自敗、ちょっと八尾中が多いですね。トンが重なりました。ハッシュ、ハッシュいかんともしがたい。ハッシュ、うー、古谷が半浪ピンの地位を入れました。これは初の後付け。この選手、はい、他の選手にはどう映ってるんですかね。これいや、そうですね、うん、ピンズ泣いてピンズ出してみたいな、はい、そして魚谷に重なっていた球層がドラが南に行きました。さあ古谷の欲しい初は竹石が1枚、ちょっと竹石形が悪いので初なかなか出てこないと思いますが、どうなるか。こちらです。もうみんな警戒してるんですかね。もう、はい、カンちゃんの地位とはいえ古谷が早々に貫禄ピンを仕掛けています。そのせいでしょうか、なんとなく慎重なムードが漂っているように見えるんですが、そんな感じですね。はい、竹石は神茶です。魚谷はペンちゃんカンちゃんが残っています。もう誰も役牌打たないですもんね。そうですね、誰も役牌を打ちません、うん、さあ、うん、お、ここでお帰りのパターンで、はい、お帰りやっぱり使うわあなたと、うん、さあダブトンは愚か、白髪純の三元牌も切られません。やっぱり古谷の捨て牌、自牌が一枚も出てないところも
あるんでしょうか。やっぱりハイドラドラぐらいのイメージをみんなが、ドラが急走だけにちょっとこれは要警戒ってことですか、うん、はい、魚谷がドラドラになりました。これで山からドラの急走がなくなりました、うん、竹石トンチュン統一になる。下茶の古谷をケアしながらの進行。ここもでもチーピンが2枚切れてるんですよね、うん、外していく。このままいけばなんか古谷さんの、はい、一人転敗までありますか。思い通りというか、はい、初で上がるよりなんかいいですよね。一人転敗の1000オールの方が、うん、追いつけそうな人もあんまりいない。そうですね、一つの地位でやはりこれほど、あ、魚谷がイーシャンテンですが、うん、どうなるか。ただもうこのチューンを、はい、打ち切る気でいるのかどうか。まあ、9万、いや、そうですね、ミスミス薬杯を絞、うん、そうですね、薬杯と思っているところにちょっと打ちづらいチューン、魚谷の手の中に1枚あります。ただまあ急走が統一になったことで、はい、行く理由にはなりますか。うん、ここで9万に手がかかりました。2枚は厳しいという判断でしょうか。そうですね、となれば古谷が一人転敗もしくは初を積もり上げちゃうなんていう、そういった未来の2択になりそうです。あ、初ここに来た。これで竜局濃厚化、竹石はこれで天敗を取れた。しかしドラを切るとどちらも切りたくない。ただ切る、はい、切る、う、切っていく。しかしそれは宝珠となる。古谷の上がり、うん、初1500、まあ、薬杯4つ1つも出てなかったんで、はい、まあ、1枚ぐらいは勝負する価値はあったかなと思いますよね。竹石、なるほど、うん、天敗なので、さあトン2局一本場となります。古谷の連チャン、ドラはチュンです。ハイパイはピンズで1メンツ、9ピンから魚谷は、うん、苦しい。メンツはありません。ドラドラになりました。南1メンツドラドラ、ジャントーあり、チピンから、はい、チピンからですね、うん、さあドラのチューンは山に2枚です。相手にするつもりあるんですかね、高い手と南の高い手となると総図一気寄せなんていうパターンですか。そんな、はい、まあ、ツモ次第ですかね。魚谷は3と1目、こちらドラドラの南です。さすがにそんなことないですよね。もうチーピン数ピンと、谷さんは2差し、はい、魚谷にチューンが来た。チューンはあと1枚。南は里井付けも見るか。ここは小さいとしました。ローソー1枚切れです。ローソー1枚分ですかね、はい、イーシャンテン、古谷がイーシャンテン、はい、親の古谷です。チートいつも見てるんですかね、ということでしょうか。まあ、妨害のチュンツもなんかあればメンツ戦に移行していくんでしょうか、
古谷さんは、はい、これは、はい、まあ2差しも見て世相残してるんですかね。さあ南、これでチートイツでしょうか。はい、天敗。さあ天敗即リーチ古谷、町はウーパーソー、リーチピンフ高めイーペーコーです。南はチートイドラドラのイーシャンテンを取ります。3枚いかなかったですね。はい、メンツテもイーシャンテンに取れたんですけど、はい、3万行った方が良さそうだったけどな。さあチートイツの天敗です。これで一緒。さあマンズは3万は筋を折った形、1枚切れ、リャンソー短期チートイドラドラ、山には2枚、2枚対決、山1枚ですね。魚谷も1枚使っていました、失礼しました。山1枚対パーソーは2枚。さあどこまで南へと戦えるか。積もった古谷リーチ、積もった強い。いや今日もう本当親で強いですね。いやそうですね、うん、1300は1400ホール、古谷が連チャン。なんだか危機迫る勢いも感じてしまっておりますが、うん、かっこいいですね。かっこいいですね。第14期女流王家の古谷、うん、16期のリーグ戦は好スタートを切れているような状況。1回戦はトップ、トン2局日本馬です。ドラはイーソー、ん、なんか良さそうだ、うん、毎回軽いです。なんかなんか、はい、そうですね、しごろも見えます。そろそろ打点も入りそうな、はい、そんな時代に差し掛かっているかもしれない。竹石、これは面白いぞ。三原役もある。しかも誰も持ってないですよね。三元杯が残り全山。見てみたいですね。そうですね。第三元の4シャンテンぐらいですか。ちょっと分かりませんが。第三元で言うとですよ、竹石。ただ古谷さんがもう1シャンテン。あ、そうです、古谷を、今日は古谷、今日はというか古谷はそもそもそういう人ですが、ここもイーシャンテン、はい、イーシャンテン、ドラは使いたい、うーん、取らず、ペンに手をかける、へえ、さあ南はソーズのメンツが完成してカンパーマンを外していく。さあ三元杯の行方、ここちゃんともついてるんですね、はい、あ、ちゃん一番いいとこ、うーん、ここは十分系な。古谷から面単品のリーチ、町は三郎荘、うん、さあ残りちょっと山には1枚なんですが、老荘が1枚だけでしょうか。老荘が1枚だけとなると竹石が恐れず三元役に行ったらまだ可能性はありますか。もうほとんどないでしょうか。この形から親に、いや、押しても打点はあるぞ、ドラを引いてきた、これチュンからに、チュンからになりそうですか。行くならトンから、強い選択。かっこいい、はい、このあとねチュンが来たら後悔しますわよと。ウォッタには、うん、現物の今を抜く。南もちょっと戦える形にはなってないか。竹石も上がりたい手ではあるが、ちょっとスピードで言うと、おお、いきます、うん、ローソーはしかし宝珠、
リーチピンフタンヤオ5800は6400。強いですね。いやーそうですね、古谷が親で加点していきます。武井さんも薬杯ポン、はい、ポン点かけるつもりだったんですかね、はい、打点は見えてましたよね、うん、さあ古谷上がってトン2曲3ボンバードラはリャンソーチュンが統一で入って何も統一で入ってスーソーがアンコで入って、あこれはイーシャンテンのハイパイを手にしました。古谷の時間がやってきたようです。武石初統一2面通できています。武石も戦えるぞ。しかし一番早いのはここ、何回上がるんですかね古谷さん。何回上がるんですかね悪いことみたいになってますけどいやいや本当何回上がるんですかね。うん、魚谷が白を仕掛ける、魚谷にやらせない、かわしてでしょうか白のポン。うわペンサンマンが入った、これは即リーチ、古谷チュンとナンのシャンポンリーチです。怖い、これはナンが魚谷から放たれる。古谷の上がり、さあリーチ、これは2000点ですが、2000点の2900、吸い込まれてますね。そうですねそのナンが欲しいのよと言わんばかりの上がりでしたが、うん、魚谷も古谷を止めようとしてかわしに行ったところでした。さあトン2局、古谷の親番怖いですね。4本場となります。ドラローピンです。ハイパイはイペコー、ソーズのイペコーができそう、何から打点もできそう、はい、2差しや、まあ、1、2、3、2差し下の3色、ドラのローピンなんかもはいひょいっと引いてきそう。南できめ、南苦しい、今回はお休みか。武石、お、まあいいですね、うん、いいですね。2面通、あれあれ古谷、あれウーピンジャントになりましたよ。2差しに、はい、なりたがってますか。2差しに手がなりたがっているようですどうやら13枚の手と会話しているようです古谷勝手なこと言ってますが、もうでも対抗できそうなの。あ、南はカンチーマン、うん、さあ竹石も愚形から払っていく。あ、両面ができる。イーソーが2枚切られてるんですね、はい、さあ、とりあえずいい加減にしろのお声をいただきました。13枚と会話の下りでしょうか。失礼いたしました。さあ、とりあえず原点なの声もいただきました。すでに赤点を取っている気がしますが、頑張りたいと思います。最高ですけどね、僕は。最高ですか。ああ、さあ、これは換算ピン、いや、うん、換算ピンを払う。なりたがってました、ね、なりたがってました、なりたがってたんですが会話を無視しましたね。あなたたちはピンフになりなさいということなんでしょうか、はい、あーなりたがっていたまあでもこうなると、あーなりたがっていたかと、あごめんねって今言いましたか。言ってないですね。さあ一旦ここはウーピンで、そうですね、でもこれは逆にドラのローピンと振り返れるんで、はい、あそこでチーソーパーソーっていう選択はなかなか取れないですよね。取れないですね、その条件とかない限り。しかし本田さんも一瞬なりたがっているというパイの声を聞いたってことになりますけど、これはでももう狙い通りなんじゃないでしょうか、はい、あここは、はい、3ピンに手をかけました。あローピンドラなんで、
はい、ローピンドラ、あ、そうですね、はい、今二差しになりたがってるにちょっととらわれすぎました、失礼しました古谷さんもこれを見越してみたいな、はい、なるほど、感じですよね。南は、お、ちょっとこれは数案校に育つんでしょうか。三品が倍地、はい、三品山に1枚、はい、9層も、あ、9層2枚山、あ、さあ南育つと大きいぞ。どんどん高くなってますね。はい、高くなりましたよ。いいペーコーになりました、うん、これ二差し捕まえてたら、まあローピン来てるんであれですけど、二差し捕まえてたら恐ろしいことに、あ、南が積もり数暗号のイーシャンテン、こちらも恐ろしい竹石ドラドラ。カンチーマンのいいペーコーの方はもう先に処理しますね。はい、あ、ドラドラ、さあ竹石どこをどうする。チートイツもメンツでもいける、うん、両天秤、はい、ああ、ジャントーができたろう。急走、急走の風景はいいか。闇天です。ピンフイーペイコードラ5800の4本場、闇天が入っています。これ闇天なんですね。はい、これ、はい、これはリーチと いきませんでした。どうしてでしょうか、本田さん。自分も笑ってます。わかりませんね。まあターチャがみんな警戒してるからっていうのはありますか。うん、なんか論争が拾えそうとか、はい、そういう一旦二差しミスったみたいな気持ちもあってとかですか。いや、そんなことは、あ、論争が、あ、ここは使えるんですね、イーシャンテン。そうですね、はい。そして南は老僧いらぬ、あー、スワンコーテンパイ、急走に山、南に8000、1万6000の、さあ古谷が親番、三山役満警報、ペーのポンが入る、つも筋が変わった時、スワンコーは、あー、まったー、出た、女優岡でまた役満が出ました。南の8000、1万6000、スワンコー、いやー、古谷はちょっとここまでコツコツ貯めていた展望が一気に、さあ8000、1万6000は8400、1万6400、目の前で自分のツモが取ってかれましたね。いやー、はい、老朽走待ちだった親の古谷、南が目の覚める、数半個リーチだったらどうなってた。いやー、そうですね、もし、そうですね、古谷が老朽走これリーチしていたら、なんかリーチ、うん、そうですね、さあ南に数暗号が出ました。トン3曲魚谷の親番です。ドラは初、なんか今日やれてそうな、はい、イメージでなんかリーチ打つかなと思ったんですけどね。そうですね、あそこ闇天でしたね。闇天になってもちょっと押しちゃってましたかね、南。まあそうですね、あの先にチームワンなんか処理してたし、はい、もう最初から決めてましたみたいなチームワンでした、はい、ただあの他の方の進行が変わってたと思うんで、はい、はい、まあ、そこら辺はどっちにも取れるんで難しいんですけど。なるほど、さあ南のもう決めてましたという、うん、ちょっとダマテンの、はい、意図を聞いてみたいですよね、本人に。そうですね、古谷、うん、ピンフイーペーコードライチの老朽走がダマテンでした。急走でピンピン6ならなんかちょっとダマテンのイメージあったんですけど、はい、4000オールにしてリーチって、あ、古谷が、あ、春通ありましたねっていうのもあったと思うんですが、さ
トリア今の実況は良かったその声をいただきました今日はそのこの文字を噛み締めて寝たいと思います。さあ古谷に、あ、ここはもうリーチといきます。つもり三安光のリーチ、イーソーとリャンピン。さあイーソーはなんかとても良さそうですよ。場に2枚切れているリャンソー、2枚山にいます。リャンピンは1枚、合計3山筋、あと筋になりました。大谷さんドラドラ、はい、今日の雰囲気だと大谷さん持ってきそうですもんね。あ、いいそう、持ってきた。大谷は1回戦少し苦しい展開、さあ初あんこになりました。親です、親で初ドラの初があんこ、降りる理由が1ミリもない。3万から戦いますの3万ですね。数層も3巡目に切られてるんですね。なんかこのいい層ぐらい通して寄って切っちゃいそうですが危ないですね。はい、できれば積もりたい古谷です。武石は9ピン現物から、魚谷はあチューンを切ってリーチ、ローソーを引いてきました。ロー9万、リーチ初ドラ3、魚谷さあ打点がある。ロー9万対シャンポン、さあロー9万、怖い。あー、スーソー、これで2人にイーソーが通しやすい感じに見える。ますますイーソーは、ますますイーソーが、イーソーが竹石の左から4番目にいる。さあロー9万、うん、隣4枚ですかね。ロー9万しのげそうですか。ロー9万4枚対イーソーリャンピンはあと2枚、4対2。さあ竹石がしのげるかどうか。9万、古谷の宝珠、これは手痛い。リーチ初ドラ3、1万2000点の宝珠となりました。全局役満をお役かぶりした後の1万2000宝珠、一気に後方に下がってしまいました古谷です。怖いですね。怖いですねそんな展開あるんですかね、いやー、古谷の宝珠で魚谷が上がって親番を迎えます。トン3局、さっきまで、まあ、本当に古谷さんの時間だと思ってたんですけどね、はい、魚谷が連チャン、はい、古谷の時間と思ったら実は南の時間だったんですね。さあ南、イーマンがあんこで入っているメンツ、竹石は3ピンがあんこ、古谷白統一、今度は大谷さんの時間になるんですかね、これ。やっぱ役満王子が解説っていうのも関係ありますかね、これ。まあ、どうなんですかね。どうなんですかね。多分ですよ。関係ないと思うんですよ。関係はないと思います。関係はないと思います。はい、あ、ちょっと映ってますよ。あ、よく見たら本田さんメガネしてないですね。この対局。はい。はい、こちらのモニターは。ギリギリ見えるなと思って。あ。なるほど、ちょっと、はい、メガネ男子の感じをじゃあいずれ導入するっていうことでいいですか。ああ、ちょっと、はい、あ、相当、あ、なんかね、そろそろね、女流の方を映していただいてもいいんですけど、あ、ありがとうございます。ちょっと花がありますね。そう、そうなんですよね、本田さん花あるんですよ。私ちょっとね、いや、僕もう本当ね、なんですかね、おじさん感というかね。いや、僕は逆に田舎丸出しなんで。田舎丸出し、そんなことないですよ、はい、あ、そうですか、はい、ちょっとね、お互いどんどん褒めていきたいんですけど今のところ私褒められてなかったんでちょっとあれですが、あ、そうだ、ちょっと、はい、視聴者の方から2人ともかっこいいの声いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。かっこいいトリアとホンダでお届けしていますメガネコンビでかっこいいちょっとね、かっこいいになるとは思ったことないのであれですが、
さあ現在ですね、私の耳元のイヤホンにプロデューサーから麻雀の話をしろというお叱りが届きましたので、はい、麻雀の話をしたいと思います。はい、失礼しました。はい、さあ魚谷が今座布団を仕掛けている状態です、ね。全、はい、山のイーピン短期でございますね。はい、全山のイーピン短期、これイーピン竹石もイーピン当たるのってなっちゃいますか。一手代わりでチャンタがつきます。あ、ここは初短期に変えます。初は一枚切れ、手代わりがでも、まあ、9万がもう場に3枚切られてるんですね。はい、なかなか一手代わり難しい、5が来ちゃいそうな一手代わり、それは一手変わらずですね。あー、いいピン、さあドラがペイなので少しやはりターチャが慎重になっている。ドラ引いてドラを引きたいですね。ドラ引いてですねペイペイでいいですよねペイペイと引けば、うん、ペイペイですね。そうです、ペイペイと引けば簡単にマンガンクラスです。非常に難しいですよ、ペイペイと引くのは。返せそうなのはここは、はい、いいシャンテンになった、はい、さあチューンいけるか、うん、いかない。しかしまだテンパイの可能性は残して進行します。うん、いいピン何個来るんだ。やっぱりドラの見えてない座布団なんで、はい、やっぱりタッチからは迫力ありますよね。そうですね、ドラは見えないわ、座布団泣かれてるわ。これもう、あとここは初宝珠となりました。古谷の宝珠、一枚切れの初を統一落としして刺さるのはちょっと、はい、もう数万個かガラッと変わりましたね。はい、さあダブトン、2900は、3200。さあ魚谷の連チャンとなります。トン三局日本馬、ドラは両走、トイツ3つ、デキメンツはありません。ドラ1、さあ南は2メンツが完成しました。9ピンから竹石はマンズが連続系、シャーチャ、シャーが統一です。ペーチャの古谷、チュンが統一です。南さんがなんかいろいろと、はい、単品だとか一気通貫だとかちょっと楽しみですね。そうですね、はい、古谷がチュンを仕掛けます。さあ会長に上がっていた古谷は数アンコを積もられて1万2000宝珠、そして今の2900宝珠と急に展望を失う、パターンが続いています。3万点保持、3万点失ったってことですもんね。そうですね、あっという間に3万点、ちょっと聞いてないですけどね、あんな、あんな短時間で3万点なくなるなんてっていうぐらい聞いてないですね。聞いてないですね。ドラドラになった魚谷、今季女流王冠2回目の役満を出しています。古谷がチュンに続いてパーピンのポン、テンパイを取りました。老朽マン、この老朽マンはさすがに強いですね。ここがもう南9万これ出ちゃうまでありますか。あ、ここは一旦吐く、みんなで危ないかな。三品仕掛けました魚谷、換三品の地位、しかしまだリャンシャンテンでしょうか、うん、ここは南九万の宝珠となりました、うん、古谷チュン線は、3本馬
3本馬すいませんね、線は1600です、ね、あ、線は1600、はい、失礼しました、はい、2本馬です。トン4局南の親番です。ドラはパーマン、さあ親の南のハイパイ、パーマンちょんちょんにドラのパーマンが入ってめちゃめちゃいいですね。はい、しごろも見えるぞ。竹石は大質もが数ピンでメンツが一つ完成、シャーチャ古谷はデキメンツはありません、本一でしょうか。魚谷は2メンツ123が2つ入っています。南さんのリーチがもう本当いつ入るかっていうような、はい、そうですね、こちらご覧ください、うん、ドラ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 になる。ペンチーピンを払うか、払います、パーピンから払っていきます。他には3色の可能性を残す。さあペンチャンターツ払いを見せた南、周りが打点がないんでちょっと、はい、買わせそうな感じではないんですけど、あらだら、もっとチューン重なりましたが、もうすでに切っている。ドラのパーマン、おっとドラ回というところでしょうか。さあ魚谷は、うん、ここでチューン目いっぱい、パーマン出てたらどうしてたんですかね。あらら、あれ親なんか手入ってるかもっていう感じですか。不思議ですよね。はい、一回切ったチューンが手の中からもう一回出てきました、うん、ドイツ落とし中にかぶったのかなってとこですか。竹石が二枚切れの白、うわー嬉しい感動層、しかしパーマンを切りたくない感じ、つけたいですね。はい、古谷さんは1233万から、ウーピン松の切りです。さあ竹石これで手の中本一、古谷さんは予定通り、天敗ドラのパーマンが出る形、一手代わりがいろいろ、はい、ありますね。リーチといくか、いきました。親の南ドラを切って先制リーチ、うん、マッチはサブローピン、小山強いですね。サブローピン小山です。2枚ローピン3枚単妖とか3色とか、はい、いろんな手代わりがありました、うん、これリーチしない人の方が多いかなとも思ったんですが、親ならリーチだったりするんですか。うん、本田さんどうですかこれリーチ。いや全然リーチでもいいとは思うんですけど、はい、感覚ですかね。なんかでも今日の南さんの雰囲気ではなんかダマ手にしそうかなと思ったんですけど、はい、ここはリーチと選択した南です、うん、さあカンパーマンの天敗取って闇天魚谷です。積もりましたローピン、手代わりも先に、積もドラ、はい、手代わり先より先に上がりがありました。2600オール、回戦は南のスーアンコーが出ています。ペンチャンとなりました。トン4局
大変なことになってきましたね。大変なことです。女流王家1回目の役満は中田の中連ポート、2回目の役満は南のスーアンコさとん4局1本バドラはイーマン、南のハイパイ、イーマンが右端に1枚ある。あ、苦しい歴メンツはありません。ペーから竹石のハイパイはウーピンがアンコ、コーツ系でしょうか。3万パーソーも統一でした。魚谷はさあ左半分留意層と言っていいかどうか。パーマンから総図に寄せていく。南メンツは完成しました。さあこの左半分留意層ですが、思ったことないですか？思ったことないですね。ないんですね。聞いたこともないですね、はい、私が言い始めただけなんで誰も真似してないんですね今。ちょっと今本田さんにスルーされたんじゃないかなと思ったんですけど。みんなでも形がそうです、ね、悪いのに、はい、ドラのイーマンがあるみたいな。そうですね、ちょっと誰かが勇気出してイーマンを切るか、みんなで抱えて手作るけどなんかマンズのタツ埋まらないなみたいな。こうなるとやっぱり親がじりじりきますよね。なるほど。うん、イーマンは竹石以外の3社に1枚ずつです。白昼からじゃなくて一番これか。竹石は結構守備的に見てるのか縦を見てるのかってところですか。縦を意識してるんですかね。はい、こちらです。私もスーアンコ作ろうってやっぱ思ったりしません？そのスーアンコ出た時。あ、まあ僕は思わないですけど。思わないですね。あ、失礼しました。思わないことをついつい思うことのように。でもまあ悔しいんで上がりたいですよね、はい、そうですね、悔しいので、うん、はい、上がりたいです。僕はなんか逆に役満みたいな風なイメージを、はい、まあ、全然上がれてないんですけど、はい、役満みたいなイメージがついちゃったんで。確かに富山の役満プリンスのイメージがついています。役満を上がるは王子様だわ、富山だわ。あ、富山は別に問題ないですね。うん、まあ、北陸なんですけどね。北陸、あ、じゃあそういうイメージついちゃってなんか困ることとかいいこととかあるんですか？いや、本当に仕掛けたいなと思ってもちょっと役満狙いに行くっていうか。ちょっと足かせになってるとこあるんですか？そうですね。例えば3元杯急に泣いたらあんま出てこないみたいなとか、うん、さ、それは分かんないですけど、例えば九州とか、はい、流しいのかなとか。なるほど。例えば放送対局の時に九州九敗を宣言することがいいのかどうかっていう悩みが生まれるわけですね。はい、イーシャンテン、はい、イーマンを持っていない竹石が順調に手を組んでいます。重なった魚谷、これでポンテン。はい、初は山に2枚です。目いっぱい、ここはチーピンスマグリスーアンコに変化しませんね。ちょっとそうですね、縦を見ていた竹石ですが、変化する。はい、こちらか。この初はポンテン。さあ、つもぎります。魚谷がドラドラでポンテンを取る。さあ、ドラのイーマンとパーピンのシャンポン。イーマンは山にはありません。パーピンは1枚山にいます。
さあ竹石ゴー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 と変速で変速で受けて、さあ一手代わり数アンコウのタンヤを三アンコウ転廃リャンウーピンローソーです。あ、このリャンピンが竹石の上がりとなります。タンヤを三アンコウ、さあ6400は6700、いやー、急に6400の宝珠です、うん、ドラドラの天杯を取っていた魚谷ですが、リャンピンの宝珠という形となりました。さあ2回戦難一局、今上がった竹石の親番です。ドラはチーソー、竹石ドライチです。デキメンツはありません。チンさんも見たい、はい、ペンちゃんが3つです。さあダブナンがあんこで入ったなんちゃのうお、古谷シャーチャー大谷チュンが統一、南はメンツが1つ、うん、ペン3層ちゃんと3色ですか、打点があります、うん、古谷さんも面白い形、はい、お、いいシャンテン、ちゃんと3色、おお、これは3色から外す、いいシャンテン、竹石の捨て牌どう映ってますか。これ三巡数層数ピン2万です。気持ち悪いですね。気持ち悪い、え、何ってなりますか。うん、まあまだでも分かんないんじゃないですか、そんなに、はい、基本やっぱ変速手か早いかっていう見るでいいんですか、こういう時。そうですね、早いパターンか、なんか本当に、はい、変則というか狙いがあるというか、はい、はい、今回は早いパターンのコースから、はい、まあ、早くなったパターン難しいですね。なるほど、そうですね、やってるうちに、あ、これいけるわってなりますもんね。さあダブナン4枚目を引いてきた古谷がここは暗冠を選択しました。何の暗冠、打点上昇、ちょっと証拠はありましたけど、まあ、まだ全然しない選択があったってことですかね。どうなんですかね、はい、しない選択はちょっと他の残ってる形がまだ悪いなとは思うんですけども、こちらです。しない選択はないとは思うんですけど、はい、感知層の部分があるんでダブナンドライチで十分みたいな、はい、イメージがあったんですかね。さあ、ウオタニチュンはスルー、いいシャンテンです。両面両面のいいシャンテンです、ウオタニ。チュンはでももう2枚ともスルーしてるんですね。はい、ウオタニは差し子など見ています。南は3ピン引いてきました。ドラを使い切る。竹石は天杯でドラのチーソーが出ます。さあ古谷本一と、うん、カンチーソーの受けを外す、これでマンズの本一何を暗冠しています。なんちゃの古谷、さあタブナン本一も暗冠いらないかなみたいな、はい、そういうイメージだったんですかね。なるほど。さあ竹石はチーソー、ここでおチーマンに手をかけました。古谷のダブナンの暗冠が効いてるんでしょうか。チーマンちょっとあの老朽マンを
外すというのは何かちょっと守備的な判断ということですよね。違うんでしょうか。お、テンパイです。トラトですかね。シーソーは打ちたくなかったということなんでしょうか。ここでペン三ピンに手をかける。シーソーにくっつけたいってことなんですね。はい、ローソーが出てシーソーはやっぱり切りづらくなったっていう。やっぱりスーチーソーなど、あとチーソーシャンポンなどに当たるのが、はい、怖いという判断でしょうか。ハックの後にトーンが手出し、どう思ってるんですかね。仕掛けが入るカンスーマンの地、これで古谷天敗と思いきや本日までパースオペのシャンポンにはしませんでした、うん、しませんでしたね。はい、パースをそんなに切れちゃうのと、竹石からすると。さあ魚谷、高め3色の天敗リーチといきます。待ちはサブローピン。ブローピンは良さそうですね。五山ですかね。捨て牌には1枚、南が2枚使っています。サブローピンあるぞ。3ピン、これで関連ピン。しかしシーソーが、はい、天敗で、はい、な上に振り点。古谷天敗取れました。本一の天敗、ダブナン本一の天敗、スーチーマン。見物待ちではありますけどね。はい、今通ったらチーマンがもうない。スーマンも2枚出てるわ、自分で使ってるわと、かなりかなり薄いスーチーマン。自分の目から7枚見えなんですね。7枚見え、魚谷の中にスーマンが1枚。あ、魚谷が高めのツモ、リーチツモ3色、23,900。いい上がりでしたね、これは。いやー、はい、素晴らしい3色のツモ上がりでした。チュンを2枚ともスルーして、はい、差し子チュンをポンして先手はやってませんという。やってないですね、はい、見事な3色でした。見事でしたね。何2局古谷の親番です。ドラはウーソー。さあ2回戦、急に苦戦が始まった古谷、うん、親番で今日はどんどん加点を続けています。2回戦の難波の親、加点できるでしょうか。ハイパイ、さあデキメンツはありませんが、なんとかなりそう。魚谷は本一、そして一通も見える。南はバカゼの難が問一、大吉つもが官労層、ドラメンツが完成しました。竹石三統一です。今日はでも古谷さん親でやっぱり、はい、いいんで、ここで何とかしたいですよね。いやそうですね、うん、現状このまま終わると1回戦のプラスがなくなってしまいます。ここでやっぱり何とかならないと、はい、マジは流れですかね。マジは流れ、ちょっと、はい、私ちょっとすみません、答えられない&わからない&権利がないなどなどその辺を、うん、はい、本田さんの方からちょっといただきたいところですが。いや僕も権利ないんで。権利ないですね、誰もなかった、はい、まだいただいてないですね、はい、なんかあるらしいぞってところで私と思ってますんで、はい、そう思いたくなりますよね、ここまで来ると、はい、ちょっとその 夢を抱きたくなっちゃうっていうのがあります、はい、南さんいいシャンテン、はい、さあ古谷もいいシャンテン、大谷さんも一応いいシャンテン。あ、魚谷もですね。取るんですかね。あとに取りますね。一旦取りました。カンちゃんカンちゃんのいいシャンテン。片方はドラの魚谷です。竹石がどうやら受けてチートイツでしょうか。しかし手はまっすぐ作っている。古谷にドラのウーソー、少しこれは打てないか。うん、今日はでもなんかこんな感じで、はい、じりじりと古谷さんが追いついてきて、はい、持ってくみたいなパターン多いですから。いやそうですね、うん、捨て牌3段目のあたりで上がりを拾ってくる古谷の姿、1回戦で多数目撃した気がします。
わお、つながった。ジャン島がないイーシャンテン。うん、なんか差し子みたいなイーシャンテンには取りませんでしたね、さすがに。広く。はい。でもなんか、うわ、ドラドラになって、即リーチウーパーマン。一番いい形になりましたね。はい、あっという間に。ドラがジャン島のリーチビンフドラドラ、親の先生リーチ。差し子なんか言ってたらもう本当に、はい、あーあーって言われてるところですね、さあウーパーマンです。どうだ、さあの小山です。ウーパーマン小山、南はイーシャンテン、ってことはやっぱり今日の流れは流れ、はい、古谷さんでまだいいんでしょうか、いいんですかね、本日の流れバッ。さあ南は二刺しのイーシャンテン、いや天敗は天敗は天敗です、はい、そうですね、あれイーシャンテンですね、二刺し一手があり二刺しの役なし天敗。ただウーパーマンが山に豊富、ウーパーマンが馬2枚、あ、馬1枚ですね、これは押せなそうですね、あ、これはパーピン後筋ですね、うん、残り4枚ですね、ウーパーマン、これで残り3枚、古谷としてはここで回復しておきたい、回復したいですね、はい、パソは現物、武石はウーパーマンを3枚持っています、ウーピンはリーチの現物、降りるだけなら、はい、とでもなりそうですけど、ああここはウーピン、リーソーも現物、そしてまだウーパーマンが4枚いる、古谷の4戦オールなるか、あと3枚、あらら、あと2枚か、ん1今、ああいた、年品積もドラドラ4000オールラス牌になったら積もるんですね、ラス牌になって、はい、8枚目ですねさあ古谷ここで回復してきました、さすがですね、さすがさすが、今日は古谷の日の根拠はありませんが、はい、親で連チャン、今のところ 100% ですね、そうですね、はい、何2曲1本馬、古谷が連チャン、ドラはウーピン、さあ4000オールの後のハイパイがこちら、ううーんです、悪い方です、ね、悪い方ですね、さあ魚谷も悪い方、南も難が、バカズの難が統一、うん、シャーチャです、さあペーチャ武石悪いですね、悪い、あれ全員悪い、さあ時間がかかるかもしれない、うん、南さんはさほど、はい、形はまあそれなりって感じですかね、さあ古谷が2万点まで戻ってきました、うん、2回戦は南のスーアンコウの親かぶり1万6400点をトップ目から支払っております、南なんですね、ここで、うーん、安い手は作りませんよってことですか、
ドラのウーピンを引いた時のイメージなんですかね。なるほど。南の、はい、南の統一落としが入っています、うん、こちらですと思ったら3ピン。なるほど、まあ、なんで1000点とかやってないってことですか。あとは、はい、解説には読ませんぞということですね。いや、どんなテンションなんですか。もうちょっとその余地ないぐらいの戦いですよね、でもこの2人って。まあそうですね。そうですね。でもちょっと聞いてね、あれどうしてですか、はい、いやちょっと解説に分からなくしようと思ってくれたら本当突っこけます。、うん、さあ古谷数万ちょっと468の形、ピンズと相図いろいろありそうですね。はい、ドラがウーピン、ここはピンズを両冠の選択です。難しいですよね。難しいですね。はい、単位青にしたり、はい、とりあえずロスが少ない形を選んだってことですか。そういうことになりますね。はい、換算層がやってくる。しかし、ファーソー、ここはチーマンです。マンズが結構苦しい形ではあるってことですか。パーマンが、パーマンが4枚見えてる、5枚見えてるんで。はい、うわ、古谷これ何でしょう。パーソー、あれ、お、私も今パーソーって思ったんですよね。解説の方と打牌選択が一緒になると安心する鳥あるあるでした。でも全然、はい、あの合いませんね。こちらの何がですか。呼吸が、呼吸が、はい、対局室とは、対局室と、はいはい、実況の、はいはい、呼吸、それはね、こっちの声聞こえてないんで合うわけないんですけど、はい、あ、古谷の、数層魚谷が両面地二刺し、結構こう、イーシャンテン、さあこのウーマンも仕掛けるが、魚谷ウーマンのポン、これで天敗、カンウーピン、ドラのウーピン待ちです。なんとウーピンが顔を出してないと思ったら4枚とも山にいらっしゃいます。それ考えると、でも逆に怖い仕掛けだったんですよね。なるほど、ドラが見えてないという、うん、各社ドラがない状況でここまで来ています。さあ4山のウーピン、魚谷がローピンあたりが親の現物ぐらいで仕掛けてた感覚なんですかね。はい、さあ南天杯ですが、ちょっと取らず、うん、みんなドラのウーピンを、はい、魚谷の仕掛け、相図の二刺し、そしてマンズのウーマンのポン、そうなるともうで手出しのローピンが入っています。古谷イーシャンテン、まだウーピンが1枚も見えません。リーチ受けたら怖いですよね、魚谷さん。さあそうですね、魚谷結構受け駒もちょっと、うん、なんか珍しい仕掛けですよね。フリテンだったのか。さあ一旦天敗になった南ですが、急走を打って崩しています。南は現在6万点、無理をしない選択。そしてもうまだ4枚いますよ。いや、まだちょっと積もれる。はい、この順目で、あっと、ここでようやく1枚目、あ、2枚目、さあ3枚目固まっているか。そして古谷からローピンは3枚しか見えていない。パーピンはちょっと打てないか。ウーパーピン待ち濃厚でしょうか。まさか大谷さんドラ1枚も持ってないとは思ってないでしょうからね。はい、4、6切ってて、
スライド。さあ、急に半分になったドラのウーピン。しかし、まだこの順目で2枚いるんです。魚谷のタンヤオ、ドラ1のカンウーピン。南はもう受けている。竹石も、応酬しない選択を続けている。古谷は、イーシャンテン。天敗が、はい、現状魚谷だけです。うーん、嘘も地層も少ないんですね。はい、さあ竹石が地、これは配定をずらしたでしょうか。配定、ああ、魚谷の配定をずらしました。 それが、うん、ウーピンをまさかの、まさかの、あ、特にずらしたわけではなかったですが、竹石の安全策。そして南は配定の手番。さあ、どこを切る。竹石が地位したことで竹石も見なきゃいけないってことですか。いや、のつもぎり、切るものがなかったと。そうだと思いますけど、流局です。魚谷の一人天敗、うん、何もなさそうなイメージ。なるほど、確認だったということでしょうか。さあ、今100点棒両替して、魚谷の親番南三局となります。流局しましたので南三局二本場となります。ドラは三層。さあ、魚谷のハイパイ。三層の受けはある。マンズで一メンツ、ソーズで一メンツ。三層欲しい。三層欲しいですね。南は、ハツが、トイツ。あ、なんか揃ってるようにも見えます。デキメンツはありません。三層が一枚。竹石も両面ターツが三つ。古谷もデキメンツはない。さあ、魚谷が一番早いでしょうか。竹石さん、どんどん苦しい状況になってきてますね。はい、手配もと思ったらいいとこ引く。さあ、魚谷1回戦は4着。ここ、あ、3走引いてきた。ここで加点してしっかりプラスで終わりたいところっていうところでいいですか。もうちょっと連チャン見ますか。もうちょっと連チャン見たいですね、はい、あ、絶好、絶好の天敗。ポツリと浮いてたスーピンにウーピンがくっついて先制リーチ。リーチピンフドライチ、待ちはサブローピンです。ただサブローピン残り3枚です。ちょっと4巡目先制両面リーチにしては気持ち少なめ。ちょっと、はい、気持ち少なめ。品薄のサブローピン。積もれるか。そしてこれ戦える人が南さんは一応約ハイドラドラ。はい、南が3層を重ねてます。まあ、トップ目の親のリーチに向かう。あ、ツモ。魚谷リーチ、ツモピンフドラ1。2600は2800オール。強いですね。いやー、そうですね。ここは魚谷が会長に上がっていきます。南さんが役満上がってこうトップ取らせてくれないのって感じですよね。役満上がってトップ取れなかったですはちょっとなかなか厳しい情報ですね。でも簡単に取らせてくれないです、ね、いやー、簡単には、はい、このメンバーです。魚谷の追い上げ。さあ、南三局は三本場。ドラはトン。さあ、親の魚谷にトンが入っていたりするかどうか見てみましょう。魚谷のハイパイ。苦しそうです。三統一デキメンツがない。苦しいですね。苦しい。どうにかしたい。およそ1万5000点差です、トップとは。しかし先ほどの上がりで
ぼほぼプラスが手中に入ったと見ていいでしょうか。はい、今武石が2メンツ揃っていました。南さん、統一落としからなんと統一落としを見せて、はい、さあトンが魚谷にやってきた。これで古谷以外の3人にドラのトンが1枚ずつ。お、南チーマンはつもぎり、カンパーマン嬉しい、789トーン重なれ、そんなところでしょうか。トン短期でも全然いいですもんね。公式ルールはよくドラ短期のリーチ、これでありますね。はい、トン短期のリーチ、竹石。山には1枚のトン。さあ、出る牌ではありません。積もれるかどうか。なくなった。そして同時に南にチャンス。押したい。押したいところでしょうか。切るなら、うん、ここは小そう。ドラ以外の宝珠で、はい、大谷さんの親が落とせるなら、まあ、まだよしくらいですかね。なるほど、うん、ちょっと点数状況的にも南は多少行きやすいってことですか。そうですね。竹石の先制リーチはドラのトンタンキ、ギリギリまで押したいけど、意外と南さんなんか降りてるんで、はい、そうですね。南はちょっと守備的な選択を、ただそういうと降りなかったりするんで。なるほど、その押し引きのその線引きっていうのは各社ありますもんね。うん、何かそういう、はい、自分の中の判断っていうのはもしかしたら、はい、あるんだかもしれないです。はい、ね、さあ魚谷も現物、南は何筋をしていくか。急走も行く、魚谷も合わせる。さあトンタンキの竹石対押してきたトップ目の南、降りるにも安牌が足りてないっていうのもあると思うんですけど、はい、そうですね、ないので自己都合で行くかってことですか。今は現物、さあ竹石のトンタンキが山にない。南もそろそろ、まあ数万でやめたいですか。はい、チーマンが筋にかかってリャンソーとチーマンの候補が増えてみたいな、はい、ローソーも、はい、つもぎっていきます。ウォタにイーシャンテンなんですが、トンが出る形になっている。これはトンを切らないか。追いついたら、はい、追いついたら切っちゃいますか。可能性ありそうですけどね、はい、ないですかね。どうなんでしょうか。うん、あ、しかしここで数層に手がかかった。これは流局濃厚でしょうか。ここで現物、うん、はい、流局濃厚となってまいりました。もう竹石の出上がりはもう切り間違いでしかない、そんな状況です。そうですね、はい、南さんもここまで頑張って押したんですけどね。
いやーちょっとはい、相撲に恵まれない展開となっていました。さあ魚谷が両相を考えて地位トンタン機に持っていこうということでしょうか。おっと数万が入る。しかしもう順目がない。ピンズもソーズも当然の層3あたりでしょうか。3層あたりはいけそう。3層あたりはいけそうか。うん、さあただここは行く意味が3万あんまりないと。うん、でも3万なら3層も一緒だったかな。魚谷の現物かつ武石の筋っていう判断ですか。そうですね。あ、魚谷もここでやめます。さあこれが入って流局となりました。武石の一人天敗で流局。さあ2回戦オーラスとなります。京卓リーチ棒が1本ですね。さあ親は南南4局4本馬です。さあ2回戦数アンコ上がった南、このままトップ通過なるでしょうか。2回戦ドラはチーピン。さあ南のハイパイ両面ターツがもう2つメンツが1つ2つできた。オーラスですね。オーラスです。ピンからうわあっと竹石めちゃめちゃいい。ちゃんた丸見え古谷ドライチシャーチャです。シャートイツ魚谷イマンアンコ。じゅんちゃん丸見えじゃないですか。じゅんちゃんでしたか、失礼しました。じゅんちゃんとちゃんたをそうですね、じゅんちゃんですね。竹石の形ウタには素点回復でしょうか。マンガンツモではい、んあギリギリ届かずか。14、14、12、13、竹石そうですね4本場、うん、9200のリボ1本1200、うん、16000ギリギリですね。はい、武石さんかテンパ入れたいな。入れたいですね。よく考えたらみんな入れたいですよね、うん、テンパイって。そうですね。さあ古谷は自敗を払っていきます。武石は満願ツモで3着ギリギリ届きます。うわイペコ、イペコを確定させます。急走来て、そう来ていただきましたね。急走こっちに来ちゃいましたね。イーソーも場に2枚切れのここに1枚の急走がここに1枚。ああちょっとイーソーと急走難しいかも。だいぶ苦しいですね。はい、なるほど中連ポートでしたか。いや無理、ね、正解ははい無理ですね。うん、もしいいピンとローピン置いてたらリャンシャン店ですからね。中連あ違うな、イーソーがなくなった、はい、ああこれで竹石の純ちゃんがなくなりました。ただイーペーコーとドラメンツが手中にある。南さんがイーソーを切ってくれれば分かるんですけどね、はい、天敗。さあ南はイーソーが
2枚切れなんでペン三層でリーチが、はい、ペン三層でリーチ、うん、さあ南リーチドライチ少し時間を使っての言いそうだしリーチ、さあ竹石はこれで純ちゃんの天杯純ちゃんドライチ急走短期です。さあチーピンがストンと入ってきた竹石ドラのチーピンです。ちょっと打ちたくないですか。ソーズの 1,2,3 をチーしています。ちょっとどころじゃないですよね、はいはい、そうですね。ちょ一大事みたいなチーピンいく竹石ここは腹をくくって目をつぶって、いや目は開いたままか、うん、入り目でしたよね。はい、さあ南の3走ですが魚谷と古谷、うん、そして竹石の仕掛けに1枚あと1枚です。急走は確かない、ないんでしたよね確か、はい、古谷と南そして竹石1枚ずつで場に1枚なので急走短期が山にありません。積もったらそれは5枚目じゃあありませんかといってで急走も切りづらいと。いやそうですね、イーソーが宣言杯、急走も無筋です。そしてやってきたリャンピン、うん、ここで撤退。一品一品で粘る手もありましたけどね。なるほど、天杯は取っておく、うん、ルートがまだたかのように思いましたが、うん、まあ、あの他の人の押し返しを考えて先に切ったのかもしれないですし。なるほど、うん、さあ山荘が山から消えております。魚谷の手に山荘が2枚になっています。流局濃厚、そして竹石も受けているので南の一人天杯で竹石さんこれでまださ出上がりの効く、あ違うな、 E ピンが伏せてある。おこれは急走は打たないで安全に天杯を目指そうという作戦でしょうか。そんな感じですね。はい、うん、あ勘はしませんでしたね。勘もしません思わず、はい、ああはい言うて暗勘、あれ暗勘これしませんでしたね。はい、あれちょっとし忘れの感じでしょうか。多分そうじゃないですかね。はい、飽きちゃったっていう、うん、さあ竹石は老朽層を抱えていてもうここは、はい、無筋は打たない選択。流局です。南の一人天杯ちょっと、はい、数瓶どうしたのって空気になりますか。もう間違いは薄いんで、はい、山にはいないでしょうと。なるほど、数瓶はどうせ通るしみたいな。そんなことないですかね。そんなことないかもしれないちょっとはい、うん、さあ南の連チャンです。南4局5本場京卓リーチ棒が2本になりました。ドラはウーピンです。2回戦までで一体何本積むんですかね。ちょっとはい、このメンバー連チャンが多いですね。はい、 D 卓、さあ南地風のトンが統一、ドラの両面ターツがある。竹石はデキメンツはありません。古谷もメンツはありません。三統一。魚谷はマンズで二メンツ。これも純ちゃんちゃんた方向。純ちゃんでしたね。はい。順が重なって。みんなにこれ仕掛けはあるんでしょうか。今までの感じを見るとなさそうですが、仕掛けるんじゃないですか。
あとはもう、さあ先に仕掛けたのは武石俊のポン、終わらせに、はい、もうやめましょうっていうポンに見えます。しかしドラドラがあるかもしれません。大谷は三色の種、パーピンがやってきた。これ馬残しそうなんですけど、はい、残さないってことは、はい、南ですね、はい、トンを泣いて上がりに行くんじゃないかな、はい、のことだけど。さあ武石がチュンに続いて数層のポン、古谷はチートイツでしょうか。あ、南さんもチートイツ見ての一層残しですかね。あ、確かに一層ちょっと良さそう。567とか、はい、全然見る気なさそうでしたもんね。そうですね、スッともう切っていきました、うん、馬です。大谷は難を引いてきた。ここでトンが出ます。さあ南の選択はシーンするです。チートイツのイーシャンテンになりました、うん、狙い通りなんですかね。まあ、安全に回りつつトップを確定してやめてもいいわよっていうことなんでしょうか。あ、まあ、もう入局したら下で、はい、終わりますって考えなんですかね。さあ武石チュンの果敢です。リンシャンからは換算ピンがやってきてカンチーマン転敗。さあ実況の鳥屋中瀬の打点、チュンの果敢、数層のポン、積もってってやつですか。はい、積もってパネパネ。さあ南はメンツテのイーシャンテン、一枚トンはスルーしています。いい感じですね。はい、大谷はトンを温存しています。4枚目のトン、トンは他にももうちょっと受けてるんで出ないですかね。さあ転敗です。南ウーソーとトンのシャンポン、さあウーソーは山に1枚古谷が持っています。トンは魚谷が1枚持っています。山にはありません。うん、積もりました。武石失礼しました。チュン400、800、はい、400、800の、5本馬ですね。900、1300。さあこれで2回戦が終了しました。トップから南、2着魚谷、3着古谷、4着武石の並びで2回戦が終了しました。続いて3回戦です。